クソクつながら岩木アフリカマイマイカに分類される巻ガ貝。禁煙種と共とに世界最大の陸産巻ガ貝の一種である。本種を中間宿種とする寄生虫、関東重血線虫は、人に寄生した場合、抗酸急性追膜脳炎を引き起こし、場合によっては死に至る。体に触れたり、張った後に触れたりしても、寄生虫に寄生される危険がある。日本では、 植物防疫法により有害動物指定を受けている。上、分布地からの生態の持ち込みは禁止されており、世界各国でも本種の生態の持ち込みは禁止されている。一方、外来生物法においても生態系被害防止外来種に指定されており、世界の侵略的外来種ワースト100選定種にもなっている。 生害の殻径が7から8センチメートル、殻高が20センチメートル近くに達する、世界最大級のカタツムリである。殻は右にも左にも巻くが、一般的には、右巻きの方が多い。殻の色は植生により変化し、通常は茶色が多い。夜行性で昼間は二十歳に隣接した草むらや、林園の藪などの土中に潜んでおり、夜になると餌を求めて移動する。 動きが鈍いカタツムリのイメージとは異なり、移動速度はかなり速く、一晩で50メートル以上も移動する。雑食性で広範な食性を有し、植物の商用や落ち葉、動物の死骸、菌類など、とにかくり好みをせず、何でも食べる。また、巨大な殻を構築する、カルシウム分を補給するため、砂や石、時にはコンクリートすら接触する。その他、 稀にともぐいをすることがある。特に農作物などの柔らかい植物が大好物で、ゆえに農業害虫として農家から非常に嫌われている。ナメクジと同様、ビールを非常に好む。死有動態かつ乱生であり、自家受精できないので2匹が出会うと交尾し、その双方が散乱する。交尾は30分から2時間ほどかかり、一度の交尾で得た生死は、 体内で2年ほど保存できる。1回の産卵数は100から1000個以上であり、これを約10日の周期で繰り返すため、凄まじい繁殖力を誇る。成長も早く、孵化後半年から1年で生涯になる。生命力も強靭で、原産地のアフリカの環境に適応しているため、乾燥に強い。殻口に蓋をして、仮眠状態になり、半年以上持ちこたえる。 ただし低温には弱い。生害の寿命は、施設がすり減って、接触不可になるまでの3から5年ほどである。東アフリカのモザンビーク、タンザニア付近のサバンナ地域が原産と言われている。主として人為的に移植されて、分布を広げ、現在は東南アジア、インド洋、太平洋域の大陸島、海洋島、西インド諸島、カリブ海沿岸地域といった、 熱帯地方のほとんどに分布している。日本では南西諸島の内奄美大島、徳之島、沖野選部島、与論島、沖縄本島、宮古島、石垣島に、小笠原諸島の内父島、母島、南鳥島に分布する。気温の関係から奄美より北には定着できないとされていたが、2007年10月に鹿児島県泉市と伊ブス市で、 計130個体が発見され、県による駆除作業が行われている。いずれのケースでも複数個体は見つかっていないが、定着した可能性も否定できず、捕獲罠を仕掛けるなど、警戒を強めている。日本における本種が分布するいずれの島においても、食用を目的で人為的に移植された経緯がある。食用として1932年に、 台北帝国大学の教授詩模擁9馬はじめより、シンガポールから台湾への最初の流入が行われた。沖縄本島には、1932年以降に台湾経由で移入され、当初は養殖動物として厳重な隔離下で飼育されていたが、沖縄戦沖にこれらの飼育個体が野外に一出した。なお、台湾では今でも本種を養殖しており、 一部ではあるが食用にしている人々もいる。奄美大島へもやはり食用として大日本帝国陸軍が持ち込んだ。ほか、小笠原諸島へはジャワ島から持ち込まれた。沖縄県では一出時期がちょうど敗戦直後の食料難の時代であり、途方もなく大きな本種は当時県民の格好のタンパク源になった。しかしほどなく食料事情は好転し、日本に 元より陸産巻き貝を食べる習慣がなかったことや、外観が敬遠されるようになり、放置された個体が旺盛な繁殖力で爆発的に増加した。小笠原諸島や沖縄県では一時期内発生し、道路上一面を本種が占め、それを自動車が踏みつぶしながら走る光景が日常的であった。本種による農業被害も甚大になり、 小笠原諸島では駆除した本種を各自治体が買い上げることで対処していたが、小1時間でトラック1台を満杯にしたという。1970年になると、沖縄県で高山急性追膜の応援の患者が初めて確認され、病原体である関東重血船中の中間宿主である本種は、さらに忌み嫌われることになった。その後、沖縄県では防除剤で、 定期的に駆除するようになり、その効果もあってか1985年頃から個体数が徐々に減少していったが、それでもまだ根絶はされておらず、現在も目にすることができる。なお、小笠原諸島の父島では、1989年を境に個体数が激減したが、母島の個体群は健在である。父島個体群激減の原因は不明だが、 外来の陸生プラナリアの一種であるニューギニアヤリガタリクウズムシが関係しているものと見られる。広範な植生を有し、強靭な生命力、無類の繁殖力を誇る本種は侵入先の生態系に壊滅的な影響を与える。特に大陸と隔絶されている海洋島の生態系に対しては、天敵に対して無防備な固有種植物群を絶滅に追い込むまで、 猫そぎ食い荒らしてゆく。旺盛な食欲で餌を横取りするという一時被害は、もとより、それ以上に本種が海洋島の陸産海類固有種に与えた二次被害は計り知れない。種として、太平洋の海洋島においては、本種を駆除するために肉食性の山オ帯、ユーグリンドナロセアが導入された。しかし、いずれの島においても山オ帯は、 本種に見向きもせず、捕食しやすい種を狙ったので、各島における、陸産巻貝固有種は、危機的なまでにその数を減らし、特に、ハワイ諸島や多七においては、かなりの数の種が絶滅した。日本もその例に漏れず、1960年代に山下千帯を導入した小笠原諸島父島において、陸産カ類ル固有種は一族を除いて絶滅した。 残った小笠原湖有仕方米米族の名脈も、ニューギニアや,やりーズム虫の侵入を受け、風前の投下と化している。安易な生物の人為入が、環境に、いかなる負荷をかける結果になるかを、如実に示す実例となっている。日本において、本種は、植物防疫法により有害動物指定を受けており、生息地である、奄美群島、沖縄県、 小笠原諸島の各島からの持ち出し及び日本本土への持ち込みは禁止されている。また、日本に限らず、世界各国で本種の生態の持ち込みは禁止されており、アメリカ合衆国においては国内移動であっても厳しく罰せられる。日本では1985年以降、ニューギニアやりタリクーズムシを輸入し、植物検疫所が本種の防除に使えないか研究を続けている。 本市を中間宿主とする関東重血線中症に感染することで発病する高酸急性追膜脳炎については1970年に沖縄県ではが国初の症例が報告され以来54例が報告されているうち35例は沖縄県で感染したと推定される2000年には沖縄県で7歳の少女が死亡している小笠原諸島では かなりの確率で、関東自由血線中の本種への規制が確認されている。故に本種に素手で触れるのは、無論のこと、本種の張った後に触れることや、張った後の残る野菜類を生のまま口にするのも危険である。なお、本種の駆除や防除には、ナメクジ用の農薬が効く。ナメクジ同様、ビールを用いた罠を仕掛けるのも良い。日本では、 食用として定着しなかった本種であるが、養殖して食用や輸出に用いている国もある。フランスでも絶滅寸前のエスカルゴとブルゴーニュの代用品として使用されており、日本ではインドネシア産の業務用缶詰が多く流通している。台湾などでも食用にするが、摂氏100度で3分間加熱すれば、関東充血線虫は死滅する。岡ヤドカリは、 アフリカマイマイの殻をしばしば利用している。陸生巻き貝の殻は角質が薄いものが多く厚みのあるものはほとんどない。オカヤドカリは角質の厚い貝が好みであり、沖縄県では大型の個体は大抵アフリカマイマイの殻を使っている。インド洋、太平洋のほぼすべての離島に導入されて定着した本種だが、 オーストラリア領クリスマス島のように定着できなかった島もある。同島に定着できなかったのは島に多数生息するクリスマスワカガニが,が幼がいの強力な天敵になったからと考えられている。ありがとうございます。